プロジェクターマーク受けたらいいんだけどな。やっと発表の日を迎えた。皆さんももう準備万端だと思う。それは何でしょう。ビデオ通話できるんですね。これは我が社が任務を受けるとき使うマウンなんです。じゃあ今から説明しよう。今回モーニングさんを受け気配こそあなたたちはこんなものに含まれた。仙台社長は龍沢社長と山登りするとき発見した新たな世界で、仙台が一番好きなところだ。もしかしてそこで今必要な材料が探せるかもしれない。この人の顔は見たことがあるかも。この気配はしまった。このプロジェクト面白い。さあ開始しよう。明日では新製品の展示にするなんだ。おそらくこれに負けたくないと思うね。社長に教えよう。行こう。どうして無駄なの？なんで？これはどうやったの？彼が現れるのは欲しいか。はい。結果発表です。メーカー様が決めた勝負。よろしく。